ニコ7チャンネルをご覧の皆様、お久しぶりです。平沢由紀です。本日はですね、将軍火災天様で、ギャラクティカの収録でございます。この番組はですね、店一番神 FG を目指して実践していく番組となっております。その中でですね、私は今日抽選をなんと一番引きまして、まあ迷った末に、選んだ台がパチスロ革命機バルブレイブでございます。またかよっていうツッコミもありそうなんですけども、やっぱり神 FG を目指すにあたって、まあ、それなりにね、荒井騎手は必須というか、まあ、一番手っ取り早く目指せるんじゃないかなということで、今回はね、バルブレイブを選ばせていただきました。今月ですね、私は収支の方がですね、現在マイナス30万ということで、なかなかね、厳しい戦いをしている月になるんですけども、それなりにね、期待値は積んできているので、今日ね、全部放出して、神 FG になれたらなと思います。それでは実践スタートです。はい、それでは、朝一まずバルブレイブから実践していきたいと思います。もうね、ここでね、レア役引いちゃえばいいんで、京都役なんか演出来い。ダメー。はい、このバルブレイブで六角とか四五六角っていうのをね、出したことがないんですけど、自分が打ってた後、帰った後にその台を座った人が、まあ出たよっていう、そのいい画面出たよって報告はね、もらったことあるんですよ。だからその時のことを考えると、やっぱり通常時のチャンスゾーンってそこそこ早いと思うんです。だいたいね、この200から300、400あたりで当たってたかも。あー弱いよ。よしよし、もう一回もう一回パーって、あ、よしよしよし、大丈夫そう。いただきました。よいしょ、アキラ素晴らしい。いいね、頼むよ。 70% くらいあるんで成功率。さあ、本日1回目アキラのチャンスゾーン、よいしょ。もうレア役引く、レア役ドン。よし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 、しかも強チェ、よいしょ。さあ、革命、はい、よし。総投資10,000円。頑張れ、あとちょっとなんだよ。頼む頼む。よし行こう、よし行こう。9番、よしよしよし、ここ4とか持ってきたら熱いよ。営業、よし、よいしょ、熱いね。うまいね。いい、これはもらったんじゃないか。おしょーい。一発、はい。本日一発目のチャンスゾーンから一発目の革命ラッシュ、そう、革命ボーナス、そしてラッシュ。まだ30分しか経ってないです。よし、全部一発でいこう、上位まで。あれ、今キーンって言ったもんね。あ、
あれか、達成したボーナス中に666達成した後のレア役でもしかしたらストックしてたのかもしれない。なんかスムーズに行きすぎてまだあんまり頭が追いついてないんですけど、楽しい。さあこっから、こっからだよね。左手で行く。ここでレア役引いてもいい。よいしょ、ダメだ。行くよ。はい、はい、次で決めたい。最後まで持ってきたくない。はい、うだお願い、お願い、消えて。うわー、ダメ。わ、今さチャンスだったじゃんね、どう考えても。まあでもまだ引き戻しの可能性もあるんで、次かな。おっしゃー戻ってきた、ありがとう。はい、首の皮1枚つながりました。ひゃもうこっから始まってますから、レア役引き寄り、レア役引けない。頼む、ラストまで持ってきたくない。来たありがとう。はい、早い。開始1時間弱、上位へ持ってきました。やったねー、レッツゴー。なんで、1500枚ぐらい、ドン。ねえ、少なくない？この10ゲーム。よし、行こう。よし、はい。はい。出てきはしない。とりあえずまずユーリを切るっていうところを目標に。ここ光んなかったけど、よいしょ、ありがとう。もう一回行こう、レア役。よいしょ、ここで決めたい。待って、最後まで行かれると困る。よしよしよし、90% あるよ。レア役でもいい。よいしょ、うわー何もない。はい、なんで早いって。7連、早いです。うわー遅い。1ゲームマジか、マジか、そこじゃないよ。さあ多分ここだと思う。うわだよね、終わっ、なかったです引き戻しは。
326で、うわあ、また先。いやだー。もう10回に1回ぐらいしか入んないんだから先、本当に。さあスイカ、引こう。引こう。引いてない。スイカ。はい。そっちじゃないって。あ、いったラッキーはい、あー決戦だ。まあ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 、今日右でレバーオンがちょっと調子いいみたい大事な場面は全部右でいきます。おっと、これ中だろ、どう考えても。中行こう、中。よっしゃさあ、あと2つになりました。ここ大事よ、大事。よっしゃストレート通したぜ、30%。よし、さあ本日2回目の革命ラッシュでございます。さあまずは1回目、レア役。ケロ、うきたー、よいしょ、うまい。さあドキドキ2回目。はあ、頼むよ。あ、消えない。なんでー。はいはい、ダメ、もう下手くそ。はい、決戦からだったんで枚数少ないですね。いやはい、ブーストチャンスをやってる間に引き戻しなかったですわー弱いかな、そうでもないかな、微妙。はい、いくいく、大丈夫だ、大丈夫で、あってほしい。あー、また先なの。入りますね、チャンスゾーン、はい。液晶で、305。いや、また先、本当に先苦手なんだってば、頼むよ。参戦しろ、参戦。揃うんかい。さあ次、革命来い、革命。うわあ、またゲス。さあ真ん中ですね、真ん中決めよう。もう一回ある、もう一回。
真ん中、真ん中はい、レア役。はい、なはい、失敗、デフォルト。まあ、そう簡単にね、2回連続はいかないよね。さあ、なかったですね、引き戻しは。さあ、朝一ね、1000枚ぐらいあった持ち玉もあと200枚ぐらいになってしまいまして、出るのも早いけど吸い込むのも早い、本当に。さあ、現金投資に戻ります。いやだ、押したくないね、この貸し出しボタン。あら、いきなりここに来た、珍しい。これさ、もしチャンスゾーン行ったとしたらさ、これもうちょっと後に引きたかったよね。あー、当たりそう。あー、当たる、先です。マジかー、326あたりだった気がする。いい、もう一回引こう、もう一回追加引こう。はい、だー、追加引きたい、追加。おっと、スイカ、うわー、そっち違うんだってば、この野郎私の右手腕のバカ、そっちじゃないよあー、ダメです。行く嘘でしょ、ダメじゃなかった。諦めてた、完全に。びっくり。追加の革命、よし、よしよしよし、もう入らなくていい、ここまで来たら。煽りもいらない、ただただ押し順ナビだけください。来ないでいい、来ないでいい、来ないで、来ないでください。おお、マジかよ、来なくていいってば。来るならもう呼んできてくれ。はい、もう、はい、あー、白い、さあ来て、はい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 、よし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 、いいよいいよ、もう一回来ちゃえ。はい、あー、ダメ、さすがに。危ない危ない危ない、あー、あと5、6回必要。ベルね、ベル、はい、めっちゃ引くじゃん急に。はい、よしホールドするんだ。来い、よしよしよし、計算ができないんだけど、これでいくつになる。あと1回だ、あと1回、これが、これがもう1回来たら入る。はい、来たよっしゃここうまいね今日。さあ、本日3回目の
革命ラッシュです。よし行きましょう。おっしゃい、うまい。よし、もう一回引いちゃおう。レア役、それが早い。引けんかった。もう一回。消えろ。おし。さあリーチです。よし行こう。決めようここで。ああ一個ずれてれば。ああ本当にここで消えてくれないね。怖い。ねえ頼むよ。ここまで引っ張りたくなかった。両手で行こう。両手で。よし消えてくれ消えてくれ。なんでなん。もうあと一個なのに。本当にもうね下手くそか。消えろ。うー消えろあれまだ。はい、またなかった。引き戻し。おっと、いやちょっとさすがに厳しいと思うんだよな。厳しくない？当たるの？さあどっち？おお当たった。早い。100ゲームのゾーンで。内臓もむずい。全部むずい。強制。うわーいけ。いったえ、うまくない？今日お願い革命がいい。よし。いやー厳しいですよ。はい、危ない。まだつながってる。ギリギリ。ただねここで来てもまだまだなのよ。はい、ダメだー。4人ですね。レア役引こう。はい、共通ベル、ダメ。はい、470枚。ダメだった。はい、ということで、今ね、ちょうどお昼ぐらいなので店内の方をね、チェックしてきました。ざっと見た感じなんですけども、現在、シンフォギア、スマスロのシンフォギアが2000FG 超えております。で、あとはですね、スマスロ北斗、スマスロ永遠、こちらも、1200FG と 1600FG ということで、ね、まだね、あの AT 中だったりするんで、こっから多分どんどん伸びていくと思うんですけど、個人的に気になったのが、FG はね、そんなにないんですけど、モンキーターン、これ朝からね、粘ってる方いらっしゃいまして、まあ、ちょっと2台とも
ちょっと気になるなっていう感じなので、もしかしたらこの後島、いや店、神 FJ になる可能性がねあるんじゃないかなと思います。ただ私のバルブレイブも今のとこチャンスゾーンの速さとか悪くないので、まだまだね他の台に負けずに神 FG を目指して後半戦も頑張っていきたいと思います。それでは再開していきたいと思います。ただね、雷蔵っぽいんですよね、チャンスゾーン。テロップのチャンスアップはなし。はい、よし、やっぱ雷蔵でした。よし、頑張りましょう。青いなー、あー、ありがとう。はい、よし、革命。これは無理だって。うわー、引いてる。強チェ、あー弱か。喋ったり手止めたらこのいい流れが終わると思って、ごめんなさい、何も 発することもなくただただ手だけを動かしてたんですけど、行ったよあそこから、マジで。よし、行きましょう、次こそ入れましょう。嘘でしょ。ダメなの？え、あれじゃないよね。なかった。ただチェリーを引いただけでした。アキラちゃんが見たい、もしくはマリエ。これいきなりチャンスゾーン行くパターンかな。あ、口に出してみるもんだね。いや大事だわ、自分のね、思ってることを口に出すって、こうして実現するもんなのです。はい、いやー、マリエちゃんよく来たね、待ってたよ。行くよマリエ。おいし、もしもし、はい、よし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 、ここで追加。はい、無事に入りました。さあ、ここね、何回か革命続いてますけど、もう一丁お願いします。うわー、まあまあまあ、なんでよもう。はい、2人デフォルトです。
め。はい、さきです。マリエちゃん出てこない、出てこないか。うわー、もらった。しかもこれ革命ボーナスですね。ありがとう。イエイはい、革命ボタンだったので革命ボーナスです。わー、ダメ、ダメか。はい、行かず、デフォルト。あれ、当たりそうだね、チャンスゾーン。さっき、え、どうなの。あ、当たりそう、引き戻しなさそうはい、チャンスゾーンが当たったので引き戻しはなく。あ、待って、引き戻せる。あ、違うか、びっくりした。あ、違う、なんでもない、私の勘違いでしたなんだよ、残念。はい、しかもデフォルト、また、うわ、うわー、本当にもうさ、本当にいい加減にして。私30分、さあどこ行きましょう。まあね、実ゲーム数718でこれ1500が天井なんでちょっともったいないんですけど、これ以上追っちゃうとちょっと時間的にも厳しいのと、まあ最初ねチャンスゾーン早くてよかったんですけど、ちょっと厳しいかな。はい、ということで残り時間わずかなんですけども、ちょっと隣のバルブレイブに移動してきました。これもね、一応朝気になっていた台の一つではあるので、サクサクっと回していきます。さあ、あとはね、誰が出てくるかなんですよ。さあ、誰、キューマね、オッケーオッケー。これもね、後で出てきてほしかった。ボタンはない。ああ、3人にはならないよね。リプレイ引こう。はい、あ、はい、一発そんなことある。さあ、お願い、革命で。あー、決戦か。まあまあまあ、真ん中、よし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 、いける、真ん中真ん中。見てよしよしよし、あと2個、あと2個です。よし、ラスト、ここここ頑張ろう。マジでお願い、本当にこれがラストチャンスです今日の。はい、よし、最後の最後で AT 持ってきました。あー、長かったね、移動してよかったです。
さあ今日はですね、全然腹切りチャレンジやれない日でしたけども、最後の最後で決めましょう。ダメだ今日。238枚。さあ次かな。はい。ダメでした。人生終了。お疲れ様でした。なかなか私の中では激闘の一日だったんですけども。早速収支の方から、発表していきたいと思います。投資1800枚、回収が166枚なのでマイナス1634枚でした。おかしいな、なんか朝一ですぐ超行ってね、調子良かったのに気づいたら4枚目まで入ってました。なんていうことでしょう。ただね、最後時勢終わってから店内軽く見てきました。そうしましたらなんとですね、中間の時にあ、シンフォギアが一番今んとこいいねって言ってたあの台あるじゃないですか、なんと7000富士超えておりました。素晴らしい。ということでね、本日の神絵富士はシンフォギアになるんですけども、もう一個気になったところがあって、番長ゼロ3台あるんですけど、お昼前ぐらいから埋まりまして、未だに3人とも粘ってらっしゃるんですが、しっかり全員ね箱持ってるんですよ。もしかしたらちょっとあの辺もね良かったのかもしれないなと思いつつ、私はこの辺で撤退したいと思います。すごいね、悔しい気持ちが残る実戦だったんですけども、また引きをね、鍛え直してリベンジさせていただけたらなと思います。それでは次回のギャラクティカもお楽しみに。さよなら。